あのね、混ぜない。ほら、ほら、美味しそうでしょ。ということでですね、今回は四股シリーズでございます。四股のですね、今回はですね、大阪発祥のレシピですね、四股のとんぺ焼きでございます。とんぺ焼きって皆さん知ってますか？あのお好み焼き屋さんとかよくありますよね。キャベツとかもやしとかを豚肉と一緒に炒めて、それを卵で巻くっていうやつなんですけども、今回ですね、僕が作るのは半熟とんぺ焼きですね。キャベツとお肉はまた別で炒めておいて、それをお皿に乗っけて、そこに半熟の卵を乗っけるっていうような手法をするやつ。これがね、マジでうまいんですよ。今回はですね、この四股のとんぺ焼き、めちゃくちゃ簡単なので、これを作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料はですね、まず豚バラですね、これが 150g でございます。そしてキャベツ、これが 200g、 春キャベツだと4分の1で 200g なんですけども、これね、できれば測っていただいた方がいいかなっていうふうに思います。 300g だと結構多くなっちゃうんで。そしてかつお節が 2g ですね。トメイゴが2つ、あとは調味料は概要欄に書いてありますんで、そちらをチェックしてみてください。ということで、四股のとんぺ焼きを作る何が必要か。やっぱね、とんぺ焼きってどっちかというと居酒屋さんとかお好み焼き屋さんで食べる料理なんですね。はい、なんでですね、やっぱそれを見越してやると、やっぱりとんぺ焼きにはお酒じゃないかなっていうふうに思うんですね。やっぱりその臨場感って大事なんですね。料理で臨場感大事なんです。僕が飲んでこの臨場感を出していきます。アルチューバシンシゴビュンビューンということでね、非常にこのハイボールがね、とんぺ焼き合いますんで、臨場感を出していきたいと思います。乾杯乾杯乾杯。くー、最高の料理ができる気分がしてます。ということでやっていきたいと思います。じゃあ今回ね、春キャベツを使っているんですけども、春キャベツを使うんですが、ここに太い芯があるんで、後で使っていきます。ここですね。太めに切っていきます、まずね。まあ大体1、2センチの幅で切っていきます。で、1、2センチの幅で切ったら、ここを、こう、なんか、結構ね、太めの方がね、キャベツの食感残って美味しいんですよね。太めにザクッと切って、芯のところがあったらちょっと切っていくと。芯の部分は、こう、薄く切って、そうするといいと思います。はい、でここもあるじゃないですか。ここは芯だけ、取り除きます。そしてここ半分にして、でこうして、でシャキシャキシャキと、はい、切っていく感じですね。でそして今度は芯の部分ですけども、芯の部分で、ね、これを細切りにするとあれなんで、こうやって斜め切りにしましょう。そうするとね、炒めた時にすごく他の葉の部分とね、非常に食感がマッチしますんでね。この辺はね、煮込みだったら平気なんですけども、炒めの場合は取り除いちゃいましょう。煮込み料理がある場合はこれ入れちゃっていいですかね。そしたらこれは火なさせていきましょう。そしたら豚バラでございます。はい、この豚野郎が結構ね、今日はね、豚バラ薄いですね。ちぎってたとしてもいいんですけども、とんぺ焼きをする上でこれって結構長いんで、今日はこういうカットの豚バラ使いましたけども、1枚肉でやってる場合はもっと長いと思うんで、長さ的にこれぐらいね、これぐらいの豚にしてください。豚じゃあ今度は卵の卵液を作っていこうか。包丁はもういいや。はい、じゃあ作っていきます。まずとんぺ焼きの上のね、卵の部分作っていきます。卵を2つ割っていきます。でね、ここに塩コショウをね、塩コショウはね、ちょっとしっかりめにこれぐらいつけた方がいいですね。ここにお水をね、大さじ2杯っていうと 30cc ですので、これ入れていきます。はい、そしたらよく溶いていきます。油がね、大さじ半分、これ重要です。この卵に入れる油重要です。これ入れることによって卵がね、テフロン板にひっつかなくなる。あとね、卵に油入れることによってすごいね、ふっくらするんですよね。はい、なので油入れてください。だからね、すごく面白い作り方をするんで、ここでやる卵なんで、よーくちっちゃめの泡立て器あったら泡立て器で、なかったら箸でもいいんですけども、よーくこの溶いといてください。はい、OK。 じゃあ炒めます。
じゃあやっていきましょう。まず、フライパンに油、今回ね豚バラの油結構ありますんで、少量の油でいいです。少量の油を引いて熱します。ここ肉にはねまだね、お塩してないです。こっからします。まあキュー。じゃあお肉入れていくんですけども、ちょっとねばらけさせた方が豚バラの方はいいです。ちょっとね団子みたいになっちゃうんでね。なんでちょっとこうパラッと、はい、大きいフライパンがある方は大きいフライパンでやっていただいても全然大丈夫なんですけども、でここにお塩入れていきます。お塩がね小さじ3分の1、さっきとの味付けです。はい、3分の1入れます。はい、お肉に下味付けますね。どんぴやきはねカリカリにしてもいいんですけども、そんなに気にしなくて僕はいいかなっていう感じですかね。はい、ほんのり焦げ目がついたパリッとした感じもすごく美味しいんで、ここでキャベツを入れていきます。はい、ちょっと焦げ目がついたかなって感じの時にキャベツを、じっくり炒めていきます。これねキャベツがねあんまりシャキシャキしてるとあんま美味しくなくなっちゃうんで、このまあちょっと細かめのざく切りにしたんですけども、しっかり炒めていきます。でここでですねお塩は入ってますんで、鰹節 2g もうここで入れちゃいます。黒胡椒、とんぺ焼きの場合ね黒胡椒はね結構大事です。お肉がね結構脂身持ってますんで。あ、なくなった、どうしようどうしよう。いやすいません、取り乱しました。胡椒が命なんで僕。これ一つまみ入れてください。そして味の素です。1、2、3、4振りです。はい、かつお節のイノシン酸と味の素のグルタミン酸の効果で非常にこの豚自体に味がついております。でこれねまだねキャベツのかさが大きいんで、じっくり炒めていきます。場合によってはねちょっと蒸してもいいぐらい。はい、ちょっと蓋をしてしなっとさせていきます。はい、そしてあ、ごめんなさい、しなっとさせる前にキウイの香りでハイボールを飲む。キウイ、じゃあね蓋してまあ 2,3 分経ちました。こんなにこんがりいきました。でこの時にキャベツねちょっと食べてみてください。しっとりとして非常に美味しい。そしたらですねここに入れていきます。だいたいねこのとんぺ焼きだとね2人前はもう優にありますんで、これだけで非常にその鰹節の香りも入ってますね。これだけで非常に美味しい豚、キャベツ炒めになってます。あえて今回はもやし入れてませんね。旬のキャベツがっつりいきたいなっていうふうに思ったんで、もう好みでねちょっとキャベツ減らしてもやし入れていただいても平気です。こんな感じでね、あんだけあったキャベツとお肉は結構しぼんだでしょこれ。はい、そしたらこれねちょっとねいきます。ちょっと熱いから気をつけてくださいね。はい、拭いたら、ここで卵をね、やっていきます。卵やる場合はね中火よりちょっと弱火ぐらいの感じでいいです。でここ油ついてますけども、もうそれもそれでいいので、はい、でさっき混ぜておいた卵液、はい、もうここ入れちゃってください。でここで最高に美味しい、半熟卵の作り方を教えます。でだんだんね固まってくるんですよ。でこれを端からね混ぜない、混ぜずにこうやってどん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 中央に寄せていくんです。スクランブルエッグみたいにかき混ぜないんですよ。どん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 中央に寄せていく。でちょっとまあ固まり始めたなと思ったらちょっとね火を弱めてください。はい、そうするとどうですか、非常にトロットロのこの卵ができるの分かりますか。これはどん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 ね固まってる底から中心に集めていくんで、非常にですね質のいいというかトロットロなスクランブルエッグを作るのに非常に適しております。このスクランブルエッグのね作り方はね、僕は今度まあ至高のスクランブルエッグで出そうと思ってるんですけども、非常に有用でございます。はい、なんでこのね作り方はねぜひ覚えていただきたい。でちょっとまだ緩いなと思ったら、ちょっと火をつけていただいて、上はトロットロで下は固まってるっていう最高のスクランブルエッグができますんで、やっぱね日本人はこのトロトロの卵が大好きですからね。で全体が動かなくなったらですね、もうこれスクランブルエッグできてますんで火止めてください。まあさっきゴムベラでやってましたけども、ちょっと大きめのね、こういうので、で、ここに乗っけていきます。ちょっと、ね、デリケートなんでね、ここに乗せてください。ほら、ほら美味しそうでしょ。
はい、ここで豚とキャベツの炒めに、トロトロのスクランブルエッグが、加わりました。で、ここから何をするか。ソース、マヨネーズ、青のり、紅しょうが。ソースはね、やっぱりこれお好みソースの方がいいです。最初ね、僕マヨネーズから絞る派です。そしてマヨネーズを絞ったら、上からお好みソース。お好みソースはね、買ってください。まあ僕はあのおたふく派ではあるんですけども、売ってないところも結構あるんで、お好みソースをかけてください。お好みソースはね、結構かけちゃって大丈夫なんですけども、まあお好みで後で追加すればいいだけなんで。で、まあ紅生姜ちょっと添えます。ここに最後ね、青のりも非常にいい風味になりますんで、これパラパラパラっとパラパラパラリ。はい、ということでこちらで至高のとんぺ焼き完成です。はい、それでできました。いただきますトロプルの半熟卵を一緒にちょっと巻き上げて、この炒めの方にはそこまで味がついておりませんので、もし気になる方はね、ソースとか追加していただいてもいいと思います。僕は酒飲みながら追加します。これはね、あのお好みソースダクダクのうまいっす。じゃあいいですか。いただきます。うまかー。お好みソースってやっぱうまいよね。あの自作でできなくもないんだけど、もう買った方がいいと思う。これ豚の炒め方の最高。卵がゾロッとしてる部分ね、やっぱソースと迷わんない。このとんぺ焼き何がいいかっていうと、普通のとんぺ焼きと違って薄焼き卵で巻いてるんじゃなくて、半熟卵を乗せてるっていう部分ですね。なんで半熟卵がソース代わりになって非常に全体包み込んでくる。これがうまいんですよ。大阪の方は邪道と言われるかもしれないですけど、あのマジで邪道かどうかよりうまいかうまくないかで語ってほしいです。じゃあ林家とんぺお願いします。あーえっす、うまそう。林家俊平さん、林家俊平って言いましたっけ。ソースね、少しした方がいいですよ。いただきます。いただきます。うまい。最高です。すごい、半熟すぎ。すごい、トロ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 、うん、あのやり方ってすごく良くて、うん、これはスクランブルエッグやるやり方もあれなんだよね。あの作り方初めて見たけど、うん、これだと確かに、そう、あれね、絶対失敗しないのよ、うん、キャベツ甘いじゃん、すごい甘い、甘くて、で、あと鰹節と味の素使って下味つけてるから、うん、ソースの調和もすごくいい、うん、みんなで食べるんですね。がっつり炒めといて、うん、卵をさ、大きいフライパンで作れば、うんうんうん、4人前とかもできるし、うんうん、お好み焼きだと結構重たいから、うん、試食になっちゃうんだけど、やっぱ俺らみたいな酒飲みだと、うん、まあ、とんぺ焼きいいよね。ちょうどいいですね。ちょうどいい。作り方自体はめちゃくちゃシンプルだから、絶対みんな動画1回見れば絶対できると思う、うん、このとんぺ焼き食べてほしいな。マジでうまいから。え、何、早く早く出たいの。もう締める感じだった。ああ、そう。はい、ということですね、至高のとんぺ焼き、いかがでしょう。これはね、最高に美味しいキャベツと豚の食べ方だと思ってます。やっぱりね、卵の仕上げ方がポイントなんで、このポイントすべて不満ですね。皆さんでぜひとんぺ焼きめちゃめちゃうまいんで、ぜひ作ってください。とんぺ焼きってなんてかって言ったら、あの豚を平たくするっていう意味だと、まあ、まあ諸説ありますけどね。あのとんぺっていう店が作ったからとんぺ焼きみたいな、ね、料理って、ね、諸説あるからね、なんかあの何が正しいとこないんですよ。肉じゃがとかもね、なんかそのビーフシチューを日本で再現しようと思って作られたっていう逸話がありますけど、それも割と定かじゃなかったりするらしいんで、うん、昔は記録が曖昧だからね。はい、